ブレラ美術館はイタリアのミラノにある美術館である。ブレラ絵画館と訳すこともある。ルネサンス期から20世紀にわたるイタリア絵画の宝庫であり、とりわけベネツィア派、ロンバルディア派など、ルネサンス期を中心とした北イタリアの絵画が充実している。中部イタリアの絵画にも重要な傑作が含まれている。ブレラ美術館の建物は17世紀に建てられたイエズス会の施設であった。 これを1772年、当時ロンバルディア王も兼ねていたマリア・テレジアが入手した。ここに1776年、美術アカデミーが設置され、絵画の収集が始まった。その後、ナポレオンによって美術館として整備され、1809年、彼の誕生日を記念して、開館、一般にも公開されるようになった。1882年には、国立美術館として開館した。 ブレラ美術館のあるブレラ宮の建物の一角には、1764年に開設されたブレラ天文台があり、19世紀末から20世紀初頭の約40年間、火星の運河を発見したことで有名なジョバンニスキアパレッリが天文台長を務めていたことでも知られている。現在、天体望遠鏡などの歴史的資料を一般公開している。また、 天文台横には1774年に開設されたブレラ植物園がある。イタリア屈指の質量を誇る絵画館であり、特にルネサンス美術を理解するために不可欠の極めて重要な収集がある。中でも、ジェンティール・ダ・ファブリアーノ、アンドレア・マンテーニャ、ジョバン・ニ・ベリーに、カルロ・ク・リベッリ、チーマ・ダ・コネッリアーノ、ビット・レカルパッチョ、ティントレとベロネーゼラ・キタ、 イタリア、特にベネツィア派の画家たちの数々の傑作、大作が所蔵されている。また中部イタリアの画家では、ピエロ・デラ・フランチェスカ、ラファエロ、ブロンズ・イーノラの代表的な名作がある。17世紀、20世紀の海外についても、カラバジョ、ルーベンス、フランチェスコ・アイエツ、セガンティーニ、ウンベルト・ボッチョーニ、アメデオ・モディリアーニ、ジョルジョ・モランディなどイタリアの画家の作品を中心に、 幅広い収集がある。ありがとうございます。